90分通して勝ちましょう。みんな盛り上げて、はい、ドッサーおはようございます。まあ今日トレーニングマッチというところで本数としては45分2本 OK だからこそ、まあシビアな話、試合時間っていうのは、平等ではないっていうところはまず頭に入れておいてほしいかな。公式戦前っていうところでまず与えられた時間で何ができるかっていうところを徹底してやってほしい。OK。 あともう一つ、このトレーニングマッチの、捉え方っていうところでトレーニングマッチをこうトレーニングマッチとして意識するのであれば、一個公式戦のような、イメージで今日はやってほしい。もちろん勝ち負けにもこだわってほしい。それは誰が出ても一緒。OK。 メンバーが変わろうと、10人丸々変わろうと、最後まで勝ち負けにこだわって45、2本やりきるってとこを、まず意識してやっていきましょう。 OK かな。いろいろ言った中で全部が完璧にできるとは思ってないけれども、まず一番意識してほしいのは守備の部分のところと、切り替えのところ、まずはここ徹底してやっていきましょう。あとはまあ、試合前に少し話してやっていくので、さっきも言った通り、今日のトレーニングはそれが勝ち負けにこだわって、もう本当は公式戦のような、イメージを持ちながらしっかりと準備して、やっていきましょう。 OK かな。また後は楽しんでね。 OK、 行きましょう。結果にこだわりましょう。 OK。 がむしゃらにやって、しゃあ勝つぞ。よし、乗って OK、 2列って帰り、腰ひねって、はい、やって楽しい、はい、自陣じゃのミス減らして、行こう。さあ、気持ちいい体、両方作ってみてみて、もちろん熱い、熱い。ただ相手も一緒だし、OK。でさっきも言ったけど、今日は何としても勝ちにこだわって、OK。トレーニングマッチで公式戦のようなイメージで、やることで、さっきのミーティングでいろいろ言ったけど、まずはシンプルに根本的なところ、OK。1対1の攻防で負けない、戦う、ハードワークする、切り替えを早くするだとか、まずは基本的なことをしっかりと徹底して、やっていこう。OK。で、あとはやっぱり公式戦のイメージ持ちながらだから、もちろんゲームは楽しんでやっていこう。で、きつい時こそ声かけだったりがすごく大事になってくる。OK。そこら辺はみんなで一丸となって、で、途中から出る選手も含めて、みんなで一つになって、今日のゲーム、いい形で勝って終われるようにやっていきましょう。OK ですから。よっしゃー、ラスト。ちょっとちっちゃいけど、エンジン組もうか。はい、行こう。ラスト、ラスト、ラスト、ラスト。90分通して勝ちましょう。しゃあ、みんな盛り上げて。はい、ドッサー、待ってる。行こう。人間をひつ行け。竹野君行け。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 はい、順次行け。はい、左手気をつけて。はい、左手でしょ。はい、自分と戦え、自分と。前も倒れそう。絶対倒れ。
自分たちで、修正していかなくちゃいけない部分であるけど、全体の配置としては悪くはない、正直攻撃も、スムーズにまずシュートまでいけてるし、守備の部分、切り替えの部分は、悪くないから徹底するところ、まずしっかりとアプローチのところこだわってやってな。やけ俺試合中ってやったんじゃん、オフの時の攻めてる時の逆から攻めて、トシ上がってる時にボランチも確か残ってるけど、勇気があそこにいるなら勇気ちょっと戻してボランチをもうちょい前でっていうバランスを取りたい。俺はどっちかというと、純粋にいいものはいいって言うのであれば全然悪くない、いい入りもできてるし、攻撃の部分でも流動性が出てて割とスムーズにゴール前までいけてる、で感覚的にあるともシュートまでいけてるっていう感覚もある、まあ、そこは決めきんなくちゃいけないというのももちろんついてくるけれども、切り替えのスピードは間違いなく上がってる、意識が確実に変わってきてるっていうところで、そこら辺も継続してやっていくっていうところ、あとは前からのプレスもしっかりとハマってる、少しエザが1個遅れるところがあるけれども、そこ修正していければ割と問題ないんじゃないかなっていうところが一つかな。やっぱ最初の1失点っていうのはまあ、もちろん俺の時間のところでのねミスってところが申し訳ないってはあるけれども、やっぱあそこの失点っていうのは、まあ、今日でよかったなっていうのはまず頭に入れておいてほしいかな。ああいうのがあるっていうことはまずいい、教訓だったと思う。これが公式戦の前っていうところで、まあそこをまず除いた、ものであればこの暑い中、まあようやってるっていうところかな。でまだ足りないし、もう一個行こう。 OK、 何としても1点取って勝った状態で終われるようにやっていきましょう。 OK ですか。よし、行こう。よし、行こう。
そしたら一応準備しよう。そういうし、全体締めちゃおうか。給水しながらでいいよ、今ですよ選手。OK かな。お疲れ様でした。お疲れです。まあ、結果で見た、時にはもちろん満足できる結果ではないと、まあ、みんなも、分かってると思うから、1対1で、もちろん負けなかったのはポジティブなところだけども、やっぱり勝ちに行くっていうところで、やっぱ結果っていうのを追い求めていきたい。でさっきも言ったけれども、最初のこの入りの失点っていうのは本当今日で良かったなっていうところ。あれもあり得るってことは常に頭に入れなくていい、教訓になったんじゃないかなっていうところかな。攻守において。もちろんね、改善すべき部分ってのは細かいところでいっぱいあるかもわからんけれども、全体的には、非常にポジティブな面も多かったんじゃないかな。まあ、攻撃に関しては割と、いい流れで、シュートまで行けてるシーンも多かったし、もちろん決めきれなくちゃいけないという部分もあるし、まあ、守備に、のところでもね、割と内側締めながら、前から行くっていうところはハマってるシーンも多く出てきた中で、公式戦に関しては行くとき行かないときとか、そういった時間帯の振り分けっていうのはもちろん出てくるけど、まあ、今日に関しては最後までアグレッシブに、できたかなと思います。まあ、もちろん今までずっとボールをつなぐっていうことをやってきて、やっぱそういうのが染みついてる部分もある。うん、でだからこそこういう風にチャレンジで内側にっていうのもあるけれども、だからいきなりは全部なしにしてくれって言ってもなかなかすぐに変わるのは難しいかもしれないけど、今日やって経験したと思うんだよね。これ危ないなとか、これやられそうだなっていう経験をした中で少しずつ減らしていくべき。そこら辺はもう一個みんなで共通認識持ってるし、だから共通認識あるから、いやそれは違うよ、それはダメだろうっていうのは多分分かってたと思うんだよ。やってる中で目線が少しずつ揃ってる部分ではあるから、そこら辺、詰めていきましょう。で来週、火曜日から火水金、この3日間で最大限できる限り準備して、もう本当に25日 OK、 何としても勝てるように、いい準備、していきましょう。以上です。北さん、お疲れ様です。まず立ち上がりのところで簡単に失点してしまったっていうところはチームの改善点っていうところで、次のリーグ戦は絶対しないように、まあ、失点のところもそうですけど、やっぱ攻撃としてはいい形が作れていたので、どんどん増やせるように頑張っています。監督が変わって1試合目ってことで、まあ練習で確認してきたことを、まあ、出せたところもあれば出せないところもあったんで、まあ、また来週に向けて調整していきたいと思います。僕に変わった中で一発目のトレーニングマッチっていうところで、まあ、率直にポジティブな面もたくさんありながら、まあ、もちろん修正しなくちゃいけない、気を引き締めなくちゃいけないところもあったなというのが率直な印象です。失点に直結するような失い方っていうところを一個なくしていく、そこの目線をやっぱ揃えていくっていうのはまず必要になってくるアクションかなっていうところで、まあ、失点の半分以上がビルドアップからとか失ってからの切り替えのところからの失点っていうのが多いので、まずは失い方、ボール動かしながらもやっぱこう後ろのリスクマネジメントを徹底するっていうところ、まあ、あとは今までずっとこうどんどんチャレンジして、先を見据えてこう攻撃のようにチャレンジをしてきた中で、まあ、いきなり、リスクゼロにっていうところが徹底できるかっていうのは急にはなかなか難しいので、まあ、今日の経験をして、あここで失ったらやばいなとか、まあ、そういったところを、全員で連携しながら、少しずつ、修正していきたいなと思っています。まあ、監督が変わってしまって、まあ、そこは自分としては、まあ、チャンスっていうふうに捉えようと頑張っているので、こういうところで結果残さないとどんどんまた下に落ちてしまうので、結果残してずっとスタメンで入れられるように頑張りたいと思います。そうですね、まずは人間性の部分が、すごく、いいものを持っていて、すごいサッカーに真摯に取り組むし、向上心があって、どんどん成長していきたいっていう欲もすごく強く感じられる選手。基本的な部分である戦うだとかハードワークをするだとか、まあ、そういった基本的な部分っていうところが、非常にいいものを持っている選手なので、まあ、そういった意味で、もちろん伸ばしていく部分がたくさんあるけれども、伸びしろっていう部分では非常にいい選手なんじゃないかなというふうに思ってます。負けてる中でやっぱり中断明けですし、大事な試合だと思うので、サポーターの皆さんにも久々の勝ちっていうのを届けられるように頑張りたいと思います。まあ、埼玉の川口のチームでアーベントラと試合ということで、まあ、いろいろと個人的にも気持ち入るところがあるんですけど、まあ、そういう個人的なところはまあ抜きというか、ちょっと落ち着かせてチームに貢献できるように、まずは来週から準備していきたいと思います。残留をかけた中では来週の試合というのは非常に大きなもので、自分自身もそうだし選手たちもスタッフみんなやっぱここ大一番という意識が
ありますので、まあ、ファンサポーターの方も同じ思いだと思うので本当何としても、勝ち点3を取って、やっぱ残留という形のものに近づけていきたいなっていうところです。とにかく、絶対、勝ちますので、ぜひ応援していただければと思います。こんにちは、2004年6月1日生まれ、江澤翔英です。ボランチやってます、よろしくお願いします。ジュニアユースは熊谷 SC で、そこから佐野日大高校に進学して、その後はちょっと怪我もあって入院したりリハビリしたりで今に至ります。もともと自分川越らへん出身 で川越駅だったり SNS とかで結構小江戸さんの情報を見る機会が多くて、で調べていったら4月28日にセレクションがあるということで、そこに標準合わせてやってきました。球際だったり中盤の守備のデュエルのところだったり裏の抜け出しっていうのが結構村さんに評価されしていただいているので、そこを今日試合で出せればよかったなと思いました。自分が出たら誰よりも走って、誰よりも戦って、誰よりも点に関わってチームに貢献して、チームとして自分が出なくてもサポートだったり、チームみんなで声を出し合っていい雰囲気でこのままやっていけば、まあ、勝利っていう目標を成し遂げられると思います。サポーターの皆さんこんにちは、江澤翔英です。みんなには江澤って呼んでいただいていて、でサポーターさんの気持ちをもぎ取れるような熱いプレーだったり、誰よりも走るってところをチーム貢献をしてサポーターさんに応援していただければとても嬉しいです。そして結果で今までお世話になった方々やサポーターの皆様、指導者の皆様にプレーで恩返しできるように頑張っていきます。よろしくお願いします。